よっしゃ。さてと、まあお茶は美味しそうにできちゃう。よし、いただきます。どうかね、味噌汁だけ。キャベツ結局忘れちゃったけど入れちゃった。俺薄まったんやね、もっとない、ちょうどかもしれない。まあけど野菜が入っちゃうけど大丈夫、うん、ごぼうとか、うん、煮サバどうで。おいしい、おいしい。これ上等。水煮焼きね、たまの水煮の煮付け。うん。缶切りないから開けるの大変やけど美味しいね。うん、でよくあったね、缶切りな。うん。うまい。よかった。体ものすごい。うん。生姜もちょっとよけれてもかまんね。うん、これこれのこちゃう、うまいのか。おつゆもこれでしょ、ほら、南京味が染みちゃう、すごい。お昼に炊いて、ご飯いるんだったらおかわりここね。いや、いいな。じゃあ、お茶飲んで。あ、茶がうまい、うん、日本人でよかったと思う、しょうがない。あ、火を消してないね。火がついちゃった。今度は、うん、うん、お茶沸かして取ってから忘れた。おばあちゃん、うん、うん、もう忘れたしたきね、怒りどころ。おばあちゃんに気をつけて。自分で言うてること忘れてるもん。おばあちゃんに気をつけてもらうといかんなんよ。もうよかった。ほんで怒られる。テレビ見たいの8時から一滴はもう洗うき、うん、まだしあお茶飲まないわけ。ほら一人であげたら、うん、まあどうせやっちゅうこっちも取るなっちゅう、よいしょ。お茶をいかない。うん、ご飯茶碗よね。うん、おいしくできた。これうん、上等上等。初めてにした。初めてじゃないね。なんかほとんど聞きながらやってるけど、
お茶をいただいて。まだ5分ある。うん。あ、これお茶きれいに出ちゅう。美味しそう。ね。美味しい。うん。玉茶な。あ、これで一服つけた。豆ご飯美味しいわ、マジで。何ボードやったの？知らん。NHK の総合聞いて、宮じいちゃんに持って行った自分を。知らん。まあ、信号をすぐと呼ばれるけど、ね、まだ新聞は私見てないですけど、ここ持ってきてよ。持ってってないから。ねえ、はいはい。あれはあれだよ、ここに。分からない。なんかね、その色気わからんなるの。これやなかった、うん、勇敢ないのよね、今日は、うん、今日は月曜やろ、うん、どこにみたいな。どこにあったの？BS の日テレです、うん、もう行きます。よかったね。はい、行かせてもらいますね。行ってください。